お湯割りをください、あいつなんか、あいつなんか、はい、寒おますな。お湯割りって飲み出したらあれやね、やっぱりいいもんやね、いいもんですわ。ああ、耳かい。うずです。ぬるい。今日はね、あの創作料理ひらめきました。これサバの塩焼き、もう焼いてますね。400円が150円、もう焼いたサバ、これね、もう焼いてますね。これ何枚シール貼っとんねん、これ。何枚シール貼っとんねん、これ。何枚貼っとんねん、これ。3枚や。これ焼いてるサバ、これをどうするか言うたらね、これをね、アンチョビにします。アンチョビにします。昔ね、アンチョビ風ひらめいた。わあ言わんといてね。っていうか油があんまりない。油ちゃう、オリーブオイル。わあ言わんといてね。これね、こうでしょ。でここにね、わあ、これもあんましないわ。ていうか久しぶりやし、ていうかないんちゃう、あるか。わー言わんといてね。ここに入れますね。ここにこれを入れますね。どう思います？どう思います？これ超うまそうじゃないですか。どう思います？ちょっと弱火にしよう。でここにね、これも入れますね。あの何、ノーアルタカは爪をかす、ノーアル二郎は爪をいつも切ってる。っていうか切ってない。爪のいつも切ってる人はね、魅力的やね。これ中のつぶつぶはどないなんかね。これはもう一つにしときますわ、辛いから。どう思います？これ失敗？成功？僕は失敗じゃないや、僕は成功やと思うんですけど、っていうかもうアンチョビないし。超うまそうじゃないですか？私だけ？あいつなんか、あいつなんか、耳かい。忙しいな、もう。飲み干してやるぜ。一斉の腕、ほい。超うまそうじゃないですか。辛そうやけどね。焼酎もやっぱうまいね。焼酎もやっぱうまいっすわ。ああ
ミミカ忙しいな、忙しい、ミミは会話もう忙しいね。マジで耳鼻科行かなくなる。こんだけ耳かいの治れんやったの。噂されまくりや、噂を信じちゃいけないよ。わ、マジうまそうなんですけど、耳かい忙しい、ちょっと落ち着け。これにあと赤飯もおますね。赤飯とチンして食べようか。さっきつまみ食いしてもう勝とうなと思った。いけますかね。もうこんなもんですか。はい。なんかあっさりしとったね。意味かいわ。うん。っていうか三発も行かなか。三発行く金もない。嫌になった。もうボーボーですやん、もう。なんちゅうまぞ、私ね、若い時は坊主してますやん。毛伸びていったらね、もう毛も立っていっとんすよ。もういつもこう毛が伸びても立ってるみたいなね、なんかこう毛が生えていくみたいな。もう今も飽きませんよ、これも。もう寝てますね息子と一緒ですよ、もう 寝おるんですよ、立たんすよ、ほんまに。ほんまに偉いもんや、ほんまに。始めしようか。ちょっと呼ばれますわ。じっくり焼きすぎ。はら、辛いだけ、うまい。うん、塩辛いだけや、こんな。うん、辛っ。塩辛いだけや。はい、ならこんなに出ました。チャンネル登録してね。